さあ、ということで、どうも皆さん、こんにちは、お関です。ということでね、本日もプロスペースリアタイ実況の方やっていきたいと思います。ということで、よろしくお願いします。さあ、ということでね、本日なんですけども、山本由伸投手、先日ね、ツイッター見て、いただいてる方は多分わかると思うんですけど、山本由伸投手を、今回ね、マンスリーガチャかなんかで当てたんですよ。かなりの神引きして、確か無料10連、うん。無料10連で、なんとね、山本由伸投手をゲットすることができたんで、よしよしよし、OK。本日はね、山本由伸投手を、使わさせていただこうかなと思います。今まではずっとね、去年のエキサイティング。去年のエキサイティングで、スピリッツ4000でずっと戦ってたんですけど、今回ね、ゲットしたことによって、4300の、最新スピリッツの、山本由伸投手。使えるということで非常に楽しみでございます。よろしくお願いします。さあ、そして相手がうわー、山岡投手ですね。はい。で、結構相手猛者なんで、よし、いける、よし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 。相手も打率4割のしっかり猛者なんで、マジで手抜かないようにもう超全力で、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。このナックルカーブ。さあ、そして球場がね、新しく追加されたエスコンフィールドということで、非常にテンションが上がっております。いや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 。いい当たりだったけどね。ちょっと一旦ね、一旦いろいろ変化球確認させてもらって、おっと？さあ、高橋由伸さん、長打警戒。しっかり単打狙って、よしよしよし、帰ってきた、素晴らしい。ナイスラン。まず1点取りましたと、ありがとうございます。よしよしよし、いいんじゃないの？非常にいい感じ。長打警戒。やった。さあ、ということで山本由伸投手でございます。よろしくお願いします。まずはちょっとね、奪三振ショー、これが見たいんで、一回追い込まさせてほしい。一回追い込まさせてほしい。あ、オッケーオッケー、ファールね、いいよ。今回だけはファールでいい、全然。さあ、振らないんだよね。ここでツーシーム投げて、一回追い込まさせてもろて、まあ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 、いいでしょう。しっかり抑えてるんで全然よくて。で、相手坂本選手ね。さあ、いやー、村上さん取れない。まあ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 、シングルで抑えた。全然 OK。ギータさんはスピリッツじゃなくて、ステータスがそんな高くないんで、一旦守備位置そのまんまね。一旦守備位置そのまんま。振らない。めちゃくちゃいいボールいったけど振らない。内角攻めすぎかな？どうだろう？いやー、結構、そんななんかさ、打たれてる感ないんだけどな。いいとこ飛んでんな。まあ、しっかりヒットなんだけど。さあ、スプリット投げて。さあ、いいよ、ナイスボール。どうしようか。ここ一旦引っ張り警戒しとく？一旦引っ張り警戒して。スライダー投げて、ちょっと一回追い込みたいんだよな、まず。いいとこ投げてるんだけどな。やっぱ、モサに相手はきついか。モサ相手には。きついか、マジ？ちょっと待って、中間守備は舐めてる気がするから、一回長打警戒にして、もう一点はしょうがない。ただ、二点目は絶対に入れない方針で、犠牲フライで、なんとか抑えたいところ。いやー、ちょっと逃げの投球になってるね、これ。一旦こうするか、ストレート。いや、振ってくれないんだけど、マジで。追い込めない。よし、振ってくれた。ゲッツ。よーし、オッケー。あぶねえ、なんとか1点で抑えたわ。さあ、ということで、奪三振ショーちょっと見せることができなかったんですけど、まあまあまあ、でも、4割相手に1点だったら全然いいんじゃないでしょうか。城島さん、ナイスバッティング。さあ、ということで、徳の全出し、外野前進。よいしょー。いや、ファール。いやー、詰まらされた、もう。やだー。さ、正隆さんの敵はここで打つ。はいはいはい、冷静に見て、ナックルカーブとか来んじゃない、そろそろ。来たー。いやー、読みは完璧だった。いやー、今、ボール球じゃん、それ。ボール球だよ、ちょっと待って。絶対ここ1点取らないと、マジ負ける。さよなら決められる。
よし。うわー、ありえない、本当にもう。絶対に抑えて、ここ絶対に抑えて延長戦にするんで、よろしくお願いします。まずシュートね。いやー、それ見られるか。辛いなー、マジで。ツーシーム。いや、抑えた、抑えた。よしよしよし、オッケー。さあ、広角、広角丸さん。ただ、ステータスがそんな高くないんで、テキサスでいい気がする。フォーク。広角出てるけどね。よしよしよし、素晴らしい、素晴らしい。オッケー、オッケー。いいよ、いい感じ抑えてる。で、ここ、代打出す。え？いや、結構なえたわ、マジで。いや、結構なえました、本当に。いや、由伸さんで絶対抑えて、なんなら奪三振ショーとかね、いろいろ特能とかも見せて、いや、マジ強いっていう感想を言いたかったんだけど、いや、切断はないて、さすがにちょっと。いや、非常に悲しい。ただ、この、結構相手もね、強かったんで、この戦いで、雪辱を晴らしたいわ、ちょっと。全然打てなかったし。よしよし、いいんじゃない？さあ、で、こちらの先発ピッチャー、2戦目は大谷選手でございます。はい。まあ、大谷投手がね、ちょっと、投げるんということで、二刀流が実装されてない、この、プロスペースでは、打たれていく。一番バッターがちょっと変わってしまうんですけど、代わりに正隆さんが、出ます。よろしくお願いします。さあ、スプリット。いいんじゃないの？ゲッツ。よーし、オッケー。素晴らしい守備。さあ、ということで、正隆さんでございます。よろしくお願いします。相手ピッチャーは、青柳投手。このストレートツーシームね。このストレートツーシームは、もう何回も見てきてるんで、結構最初の方、苦手意識結構あったんですけど、最近は、そんなに苦手意識が薄れてきたかなっていう感じなんで、よし、どう？うわー、飛んだとこ悪い。でもかなり捉えてる。全然 OK なんで、この調子で頑張っていきたい。はい。しっかり流し打ちファール。OK, OK。一回ね。一回、見逃して追い込まれて。いやー。ありがとうございます。ファールかと思った。あぶねえ。あぶねえ、ファールかと思った。今の弾道で入るのがギータさん。素晴らしい。本当に。やっぱギータさんはね、結局ずっと強いんだよね。ほんと。これからも最強でいてほしいわ。ずっと。さあ、村上さん。アーティスト降格。はい。どうよ。いいよーし、ナイスバッティン。素晴らしい。さあ、そして4番王さんでございます。最近ね、この試合を見ててもね、わかる通り、最近ね、引きつけて打つっていうことを覚えまして、少しね、余裕が出てきた。バッティングにね。このように、引きつけて、流し打ちでホームランを打つっていうことがね、本当にできるようになってきたんですよね。ありがとうございます。もう切断しないでくれ、マジで。さあ、ということで、3戦目でございます。はい、よろしくお願いします。いや、さすがにちょっと今日切断多いわ、本当に。切断多いんで、さすがに、ちょっと3戦目やります。よろしくお願いします。こちらの先発ピッチャー、ダルビッシュ有投手です。はい、先日ね、メジャー通算100勝を挙げたということで、本当におめでとうございます。いや、マジですごい。マジですごすぎる。この人ね、ずっと投げてる、本当に。ずっと投げてて、ずっと勝ってる、イメージ。マジで。もうほんとファイターズ時代からね、まあファイターズめちゃくちゃ勝ってるんだけど、メジャー行ってもね、強すぎるんだよね、やっぱ、さすがに。さすがにすごすぎる。ということで、ここでもしっかり抑えていただきましょう。ただ、相手大谷さんなんでね、ちょっとさすがにしっかり抑えていきたい。よし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 。いいんじゃないの？素晴らしい。素晴らしい守備範囲見せて、さあラスト、正隆さんね、正隆さんちょっとさすがに引っ張り警戒にして、高速スライダー。どう？よしよしよし。タイミング合ってない。結構速いボール狙ってる気がするんで、一旦縦スラちょっと外してみるね。振っていく。よーし、オッケー。さあ、ということで、こちらの攻撃ですね。相手投手は千賀投手。よろしくお願いします。大谷選手で、まずは出塁していきたい。さあ、しっかり見逃して、オッケー。いいよ。相手定位置。ストレート一回見逃して、ストレート速っ。160キロ。
いやー、今のは打てた。マジでやらかした。このフォーク来るんだよね。追い込まれたら、このフォークがかなり厄介。いや、振っちゃう。ファールで逃げたかった。さあ、ギータさんね。広角出なかったけど、まあ、アーチストでなんとか。うん。いやー、これ振っちゃう。やばい。やばいやばいやばい。本当に、良くないところが出てきてる。ちょっと待って、一旦冷静に、一旦冷静にね。一旦冷静にボール見るわ。しっかり。うわー、マジ、ボール見るわ。釣った瞬間、チャンスボール来るんだよね。ありえない、本当に。さあ、一回見逃して、ワンワン、オッケー。うわー、早いな、やっぱり。早いわ、球が。よし、オッケー。縦すら。オッケー、オッケー、オッケー、まず二塁だね。よし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 、素晴らしい。いや、ナイスバッティング、ナイスバッティング。三人で終わらないっていうことがね、大事なんですよ、本当に。さあ、相手外野前進。強振するだけ、定位置。うわー、落ちない。あまりにも落ちない。さあ、ここしっかり押さえていきましょう。広角出てる。長打警戒。OK。いいんじゃない？一旦スプリット投げて、ストライク入れていく。いいよ。で、ここに、どでかいツーシーム投げて、いや、嘘！あっ！うわぁ、怖え。怖え。怖いっすよ、さすがに。それは。よしよしよし。あ、怖え。びっくりしたー。ほんとに。あのインハイツーシームホームラン打たれたらもう泣いてた、普通に。一旦カーブでタイミングずらす。外れすぎたな、さすがに外れすぎ。長打警戒。まあ、長打警戒でいっか。スプリット。いいよ、タイミング合ってない。ツーシーム狙ってんね、ってことは。ってことはストレートでフライ上げてもらう。いやー、どう？どう？いいよ、しないスケッチ。オッケー。さあ、ここも3人を抑えていこう、絶対に。まずは、スライダー。まずはスライダーね。やぶねえ、ストライク入んない方でよかったんだけど。よしよしよし、オッケー。ピッチング完璧。あとはバッティング。さあ、切断もなさそうなんで、最後はね、しっかりさよなら決めていきたいと思います。長打警戒なんで、まずは単打。まずは単打ね。よし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 、素晴らしい。で、当たり前のように打ってるけど、すっげえ危なかったかね、今。普通に今セカンドゴロの可能性あった。ということで、どうしようかな。うわー、今の流し打ち。今の引きつけて流し打ちでしょうよ。あはめっちゃスラーブ打てた、今の。さあ、追い込まれた。オッケーオッケー。冷静に見逃して。少なくともランナー進めたいよ、山内さん。まあまあ、本当にバントみたいになっちゃったけど、オッケーオッケーオッケー。これでゲッツーなくなったんで、あとは、ジョージ・マッケンジーさんが決めるだけ。さあ行こう。外野前進。冷静に見極めて、ワンワン。いいよー、見えてる。素晴らしい。そろそろ早いの来るはず。絶対詰まらせない。定位置。もう、もう、ありえない。どんなフラグ回収だよ、マジで。さあ、まさたかさんね、よろしくお願いします。タイピンチ出た。外野前進。よう見えてる。外野前進のうちに打ちたい。いや、もう落ちないのかよ、もう。ありえねえ。やべえ、マジで。落ちないフォークが苦手すぎる。あまりにも。ここに来て気づいた。落ちないフォークやばい。全然打てない。どうしよっか、これ。どうしようかね、これ。言ってくれないよね。どうしよう、ピッチャー変えようかな。変えるべきなんかな、ここ。打たれてからじゃ遅いんだよな。ストライク入れて、ツーシーム投げて、ストライク入った。スラブで一旦外す。振ってくれた、ありがてえ。いやー、どうしよう。でも、殿崎さんか。タイピン出た。うわー、交流戦絶好調男。タイピン消えた。ピッチャー交代です。さあ、今年大覚醒中の宮西様。タイピンが出ない。愚か。変化量もマイナス1。
ちょっと交代。あ、やばい。やばい、どうしよう。やばい、やばい、やばい。やばい、最悪だ。どうしよう。いやー、どうしよう。変えたいんですけど。やばい。これ大ピンチ。いや、うわー、オーマイガー。もう、あー、でもタイピン出てくれた。あ、もう交代だ。いやー、タイピン消えなかった。よし、坂倉さんね。坂倉さんも。いやー、タイピン消しに来てるね。よくない。あ、違う、違う。普通に違った。ランナー変えに来た。なんで一塁ランナー変えたんだ？なんで一塁ランナー変えたの？二塁ランナー返すのは当然？もしかして。そういう感じ？変化量でっか。変化量でけえ。変化量マジでかい。振らないんだよね、それ。さあ、どうよ。いやー、ないキャッチ。王さん、打ってよし、守ってよし、素晴らしい。さあ、総力戦でございます。あー、タイピン出ないか。絶対に1点で食い止めるよ、絶対にね。絶対よ、これは。マジで絶対。一旦ストレート外します。もうお互いの狙いはね、お互いっていうか、相手の狙いはもう分かってるんで。よし、オッケー。やっぱでかい方狙うよね。よし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 。さあ、絶対追いつくよ。さあ、ということで最終回よろしくお願いします。タイピンチ。よーし、よく見た。いいよ。オッケーオッケーオッケー。タイピンチだからね、ツーシームもでかいよ。そりゃそう。オッケーオッケー。ランナー進めた。オッケー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 。で、ちょっと一回、もう僕裏の攻撃なんでランナー変えます。このランナー変える選択が、うん、後に響いてくる。大丈夫。よし。さあ、大谷さん行こう。前進守備。絶対にいい球しか振らない。絶対にね。これ絶対よ、マジで。このストレートは、もう過去何回も詰まらせてきてるから、うん、もう振らない。いや、同じ球はやめてよ。同じ球はやめてくれよ。危ない。危なすぎる。うわ。いや、ランナー変えといてよかった。ランナー変えといてよかった。あとはヒット1本打つだけ。ヒット1本で勝ち。ヒット1本が出なかったら負け。このストレートばっか投げよって全く、全く僕が苦手な。ストレートばっか投げやがって。ちょっと勘弁してよ、本当に。ああ、見えてる。素晴らしい。ストレートしか投げない、この人。ああ、ツーシームかよ、クソ。ストレートじゃないのかよ。いや、どうも、無理じゃん。あ、負けたと思ったら勝ったわ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。